はい、それでは明日のオイステイクス、本ちゃん行きましょう。その前に、はい。どこやったっけ？はい。異例ですね、これね。はい。はい、25日の東京京都の夜間の発売早朝の発売取りやめですってことで。はい。一部の旧車重量の組合による振動の影響が増されてくる。ってことで、はい。今夜か、もう始まったんかな？ 6 時半から。明日の9時まで取りやめですって。はい。今のは決まってない、おず出てないってことですね。はい。おかしい思ってなんでおず出てないかなと思ったら、はい。例のストの影響ですね。ストライキの影響だと思いますけど、出てません。ご注意ください。はい。で、そのままついでにいきますけど、18とフルゲート。はい。京都開幕進んでますけど、まあ、結局、ババア、内前で行こうかなっていうところで。はい。内枠の馬もね、どれ行こうかなと思ったんですけど、エドブプレもおった、エドブプレか、おったんですけど、モズトトキキ、ちょっと注目してみましょう。はい。モズトキキです。はい。まあ、他の馬たちね、エドブプレもそうなんですけど、オーキッドロマンスもそうかな。はい。まあ、どっちかというと、専用で活躍してきた馬なんで、やっぱり、千二は千二でしっかり行っとかなあかんなっちゅうところで。はい。京都千二なんでね、もうね、前残りで高速決着、もうなるんで、千四使ってると、ちょっとね、やっぱね、ワンペース、どうしても、遅くなるっていうか、はい。ってところで。まあ、この馬ね、ダートも経験して、まあ、今の京都、まあ、馬場、高速決着というでも、ちょっとね、ダート適性いるかなというところで、はい。芝がハゲハゲしてくるところなんでね。はい。で、あと、小倉の未勝利勝って、最近、雪うさぎ賞勝ちましたんで、前走もね、1勝クラス、33秒8のラップ刻みながら、後続楽々と寄せ付けずに快勝と。はい。やっぱ勢いがあるんで、今、この馬かなと思ってます。前走コンマイヨン。まあね、前、あの、前、あの、過去に圧勝のレースしたのもいるんですけど、やっぱこの直近で言うと、この馬が一番勢いあるかなと思ってます。はい。で、2走前ですね。逃げなかった時。はい、14番ですね。4、5番手の外で、小倉の周があれ取ったんで、内が通らずみんな外なんです。これね、はい、4コーナーでここでね、ぶつけられるんですね、これね、ボーンってね。はい、ぶつけられても、最後はしっかり伸びてきましたんで、まあ、根性ある牝馬かなっていうところで、なかなかね、一回ぶつけられたらやめちゃうも多いんですけど、結構派手にぶつけられたんですけど、最後しっかり、外回って差し切ったんで、はい、まあ、これはやっぱ根性があるなと思って、今回、まあ、最悪2限勝っても、いけるんかなっていうとこですね。もしかしたらね。はい。よろしくお願いします。ちょっとね、まあ、確かに動画が多いんですけど、はい。この馬が一番マシかな。マシ言うとしてる。と思って注目していきましょう。はい。千に適正で、根性とスピード感は好むかなと思ってます。よろしくお願いします。ってことで、こんなもんにしておきます。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。